散財は人生や。どうも直島です。今回買ったのはガジェット YouTuber 大絶賛のワイヤレスイヤホン JBL クラブプロプラス。人質でも取られてるんちゃうかってくらいベタ褒めされてたと思うけど、あれって本音なんかな。なんか忖度でもしてたんちゃうかってことで、真相を確かめるべくレビューしていくで。まずクラブプロプラスのスペックやけど、こんな感じ。ノイキャン付きでワイヤレス充電対応、かつ高音質マイクに外音取り込みモードに防水機能。最近のワイヤレスイヤホンに求められてる機能が全部盛りって感じで、過不足ない印象やね。インイヤー型っていうのは多分カナル型のことやと思う。イヤホンの先端が耳穴にずっぽし入るやつやね。密閉型とかセミオープンとかメーカーによって表記が違うからややこいねんな。値段は現時点で 21,624円。とにかくコスパがいいって言われてるらしいけど、まあそれは音次第やな。届いてすぐ聞いた時の感想としては、特に何も言うことないって感じ。あんま面白みがないというか、ごっつ普通で感動なし。なんでこれがあそこまで絶賛されてるんか、全然わからんってのが正直な感想。ただ数週間使ってみて気づいたんやけど、2万円ちょいで普通に感じることがまずおかしいねん。っていうのも、Y が今持ってるイヤホンは、だいたい3万円クラスのやつばっかり。それを普段聞いてる Y が、2万円のイヤホンで何も思わんっていうのは、すごいことなんやないか。ただ、これはあくまで相対的な評価であって、絶対的な評価ではないわけや。コスパとか考えずに絶対的な音質を追求するピュアオーディオ界は、このレビューじゃ不満やろうな。そこでさらに期待を裏切って申し訳ないんやけど、クラブプロプラス、ええわ。聞いていくうちにだんだん分かってきたんやけど、密度があって耳穴が満たされていく感じ。セミオープン型とか若干隙間が空いてるようなイヤホンは、耳が楽なんやけど音が薄いんよな。クラブプロプラスは楽器の分離感もあって、それぞれの音が個別になってるのが分かる。音の解像度はそこそこ高いけど、空間は狭いというか、全部音が頭のすぐそばにあるような感覚。ただ空間の広さが狭いところに関しては、もっとハイエンドなイヤホンでもそういうのがあるから、単純に空間が広いといいとか空間が狭いから悪いみたいな話ではないんよね。シンプルに自分にとって好みかどうか、聞いてて楽しいかどうかの話になってくると思う。音が四方八方から聞こえてくるのが好きな人は、このイヤホンは好きじゃないやろうね。ワイはどっちかっていうと音場が広い方が好きなんやけど、これも案外悪くないなっていう感想。あといいなと思ったところは、イコライザーが細かく調整できるところ。10段階に分かれてるタイプはワイヤレスイヤホンだとなかなかないわな。いかつい DJ が用意してくれてるプリセットもあるし、自分で好きなようにカスタムすることもできるで。DJ のやつは EDM 向けなんか知らんけど、ドゥンガドゥンガしてて J-POP には合わん感じやったね。カスタムイコライザーのタブでもいくつかプリセットが用意されてるけど、それもそのまま使うのはちょっと微妙やと思った。ちなみに Y が設定したイコライザーはこんな感じで2つ山があるタイプ。感覚で適当にやってるから、これがみんなにとってもいいかどうかは分からんけど、 J-POP とかホーロック系で派手めな音が好きな人は試してみてな。イコライザー触ってて思ったんやけど、どんだけいじっても音が壊れんのがええな。 AirPods Pro がよく優等生タイプって言われてるけど、クラブプロプラスはおもろい学級委員みたいな感じ。 Y のワイヤレスイヤホン部門はAirPods Pro と Jabra 85T やってんけど、これからは AirPods Pro とクラブプロプラスがスタメン入り。 Jabra 85T もかなりいいイヤホンやと思ってるけど、当分棚を温めといてもらうで。ワイヤレスイヤホンの世界は日進月歩の関取合戦。誰がいつ AirPods Pro の座を奪うか、常にハイレベルな競争が繰り広げられてるわけや。まあ百聞は一見にしかずという言葉があるように、イヤホンは自分の耳で聞いてなんぼのガジェット。ただ数分視聴しただけやとあんまり良さが分かりにくいのが残念でならんね。もし勇気があるなら数週間ぐらいお店に通って視聴してみてほしい。
音と値段の他にいいところで言うと、Apple のデュアル充電パッドと相性がいいところ。というか相性が悪かったんは、Jabra 85T だけなんやけどな。クラブプロプラスは、ケースの形が四角いのと、地位充電する場所が広い底面なのが、ええんやろうね。デュアル充電パッドに適当に置いても、ちゃんと反応してくれるから助かるわ。Jabra 85T は、音質もいいし、機能面もいいんやけど、唯一の欠点が Y の充電器と相性が悪かったこと。地位充電するところが細かい上に、なぜか凹んでるから全然反応せんかったんよね。超個人的な話になるけど、とにかくコードを減らしたい Y としてはありがたい。ちなみに Jabra 85T の音質は素の状態やとちょっと弱く感じるんやけど、専用アプリのイコライザーで低音ブーストにしたら結構楽しい音になったで。やから音質の不満はないってことだけは一応言っておくで。あといいのは見た目がかっこかわいいところ。まずケースが正方形に近くてコンパクトな上に控えめなロゴがええやろ。パッと見た質感は光沢がある石みたいな感じで、高級感があるのもええな。手に持った時の重さも軽すぎず安っぽさがないのがいい。手荷物はとにかく軽いことに越したことはないものの、軽すぎるイヤホンってなんか安っぽいねん。ちなみに AirPods Pro と比べてみるとこんな感じ。分厚さがある代わりに横幅が狭くなってて、どちらかというと球体に近い形やね。本体もロゴは控えめで、光沢があるけど同系色やから目立たん感じ。形は歪んだ自転車のサドルみたいで、結構かっこいいと思うで。そもそもロゴ自体好きっていうのはあるけど、色にまとまりがあるのがええわ。個人的にイヤホンは複数色で、変化をつけずに一色構成で作ってほしいと思ってる。装着感は軽くてエアリーなのに、動いても外れる心配がなさそうな安定感。やっぱイヤホンはインイヤー方式に限るわ。良くないところはわざわざ動画で言うほどのことでもないんやけど、スマホに接続した時のピアノ音がちょっと好きじゃないな。楽器音を接続音にするメーカーがたまにあるけど、びっくりしてしまうから普通の電子音の方がええで。かなり少数派の意見としては、接続音もカスタマイズできるようにしてほしいところやね。あとはたまにタップしても反応せん時があるのが不満やな。これは Y の指が湿りすぎてるが原因なのは間違いないんやけど、やっぱタッチ操作方式は手汗多めの Y には向いてないな。AirPods Pro みたいに物理的に押し込むのが一番ええわ。ちなみに外音取り込みモードはそこそこハイレベル。完全に自然な取り込みというわけにはいかんけど、普通のイヤホンみたいな嫌な電子音ではないな。耳が完全に塞がれてるのが影響してるんか知らんけど、自分の声はこもって聞こえてくる。というか最近のイヤホンは全体的に外音取り込みモードのレベルが上がってる感じやな。最初に搭載されたくらいの頃はノイズまみれの機械音って感じでひどいもんやったけど、最近はヘッドホンでもイヤホンでも普通に使えるレベルのものしかない印象。クラブプロプラスに関しても AirPods Max みたいな超自然音ほどではないものの、誰が使っても問題なく使えるレベルやね。防音機能もバッチリで、何回シャワー浴びてても問題なし。水が入ったら変な電子音が鳴るんやけど、お風呂から出て吹いたらまた問題なく使えるで。ってことで、 YouTuber に絶賛されすぎてるイヤホンことクラブプロプラスの感想としては、 Y もほぼ同意のオール項目でハイレベルなイヤホンやったと思う。音質よし、機能よし、コスパよし。ガジェットイヤホンにおけるうまい、早い、安いを体現したイヤホンやね。まあステマかどうかは視聴するなり友達に聞かせてもらうなりしたらええで。音質もそうやけど機能面もしっかり兼ね備えているところが評価のポイントやったんやろうね。音質の良さで言うと、もっと高いやつとか、それこそ有線イヤホンに腐るほどあるかもしれんけど、普段使いで快適に使えそうなのはクラブプロプラスやなっていうのが結論。ステマするにしても良くないものをベタ褒めして自分の評価が落ちるっていうのは、どの YouTuber でも分かってることやから、さすがにやってないんちゃうかな。てか前回の動画にコメントが来てたんやけど、前田和富、直島さん、最後カメラ切るとき今まで見たく立ち上がってください。
あれ、なんかちょっとドキッとするから好きな演出なんです。ってことで、今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくな。ほな、散財は人生やで。